どうもショーです。横落ち前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、おなじみバスターズ、やっていきたいと思います。ちょっとなんかさっき映ったんですけど、気にしないで。気にしない。気にしない。気にしない。バスターズおみくじ引こう。ちょっと背景がね、変わってるんですよね。よくよく見たら俺の。ほんまや。え？なんでなん？レア背景。そんなんある？ブラック。もうなんか、クリアしたら出たやつなんやけど、見て。かっこやな。かっこやろ。え、何をクリアしたら？これサムネに使うから。前田さんの、クエスト。へぇ。なんか、出たね。設定でほら見て。やばい。やばい。ダーク。ダークバージョン。ダークバージョン。結構あるでいろいろ。ダークのおみくじ。銀。ふぅ。オッケー。イタリアカプレジュク。ピザのことピッツァって言っちゃう。スパゲッティはスパゲッチーだ。イタリアカブレジロタってすごい熟練。ちょっと嫌やな。とりあえずね、妖怪ウォッチバスターズのやっぱ課題としては、やっぱね、誰かが死によるんですよ。まあ結構ね、そのやっぱ俺はね死ないんですけどね、結構死ぬんですよね。そこはやっぱ課題かなって今後やっぱ思ってるんですよね。そうやな、ずっとね。まあだからその死なへんようにするにはどうすればいいかっていうところなんやけど、結局はもうプレイングやからな、防御や。俺あれなんやけど、タンクミスりやすいとか狙われやすいからちょっと嫌なんやけど、誰か変わってくれへん？でもタンクでもまあ、でもタンクか。まあでもしゃあないっちゃしゃあないんかもな。まあじゃあもうこれまあ妖怪落ちますずというか、妖怪落ちたら俺がメインでやったから、もうじゃあもう俺がタンクやるわ。ほな俺で、俺がやるわ。そんな上で俺やるわ。え、そんなわけねえから。じゃあ俺やるわ。どうぞ俺やるはめやんけ、結局。これいけるわ。これいけるな。これ使っていこう、今後。使っていこう。これ今後使っていこう。これはもう鉄板でたい。誰かってか、手形？あ、俺金あるで。最初銀からいくから。銀からいこうか。もうブロンズ行く気ない。俺も金あるし、銀もある。ブロンズ7個あるやんけど、俺。俺4つあるけど、正直もう銀以上じゃない。あとはこの最強のうんちくまを使いたいな。そやな、うんちくま強い。めっちゃ強いらしい。どんなのうんちくまって。だからめっちゃ強かったやん。どこやったっけあいつ。うんちくまやん。あ、どこやった。あ、これこれ見て、 SAS で吸収能力とかな。 HP455 あるわ、しかも強めっちゃ強いからな。とぼけた顔ととぼけたアイテムしたのにな。こいつレベル90消したやん。こいつめっちゃ強いらしいで、ほんまレベル90切ったら。いや使いたいな、だから、こいつシングルめっちゃ強そうやな。いや、しかもこいつ薄ら影やから普通に使っても強いっていう。へぇ、実はこいつの特殊能力めっちゃ勝ってんて、敵というか全員の術の属性をなくすっていうスキル。マジで天狗とかの火がなくなるから妖術系を弱体化させるっていう、すげえ変わった能力持ってこいつ。やばいな。通常戦でも結構強いと思う。だから力50あったかな、初期能力で。強っ。見た目によらずやな。なかなか結構強いって。そやな。まあ俺はもちろんめぐれかな。一応安定したのはめぐれかな。安定やな。ちょっとそろそろガシャ引きたいよな。いや、そやね。いや、結構ね、ポイントは同時に取ったりっていうのもあるし、クローに撃破したこともあるし、まあ結構な、A 戦で行ったのは確かやね。全部がだから揃わなかもな。やっぱ結局やっぱタンクとヒーラーなんやな、これポイントを抑えるのは。もうタンクとヒーラーが噛み合えば、タンク前さんとこ行っても取る。マジで。あれ、なんで。いや、一旦抜けるの、それはさっき。抜けるかじゃあ。一旦抜けよう。交換しよう。オッケー、じゃあちょっと交換します。確か、あれや、フレンドバトルのために、前さんの方に移したんやった。はい、ってよ。しょうがない、じゃあ俺はもう回っただけために、あれしよっかやな。募集します。召喚しよっかやな。召喚行くぞ。召喚する。行くぞ、誰召喚しとるかやな。来たのか？マイスさんに申し込んだ。あ、交差よ。ヤマタンや。よいしょ。交換する妖怪。おっと、召喚の構え。何それ？山の下。山の下で。召喚であります。ヤマタン。オッケー。ヤマタン召喚した。いいやろ、だけど。タカ召喚した。飛び外しよったな。飛び外しよ。タカ見て。めっちゃ男前や。男前。レジェンド召喚。ほんまや。レジェンド。タカ。レジェンド。あ、終わった。いやろ。イケメン剣。タカ。ワンダホー。
ワンダッフォー高っ、お前そんなんできるんや。結構ちゃんとしとるからな、ここらへん。両側超深いな。かいで、ほんまに置くしかないもん、逆に言ったら置くしかない、うん、置く行くしかないないで、ほんまに手前がないねん。広さは奥行きしかない。2メートルぐらい。横2メートル。うん、奥は奥なんやろな。奥ヘクタールやろな。奥ヘクタール。ヘクタール。ヘクタール。全然タイプちゃうやん。やれや、早もうええからやもう。オッケー、入った。行くで行くで。ヘクタールでええやろかな、もう。俺、社会人じゃ習ったんじゃ、ヘクタールって。森先生からよ。ほう。言うて。スススやったな、ずっと。スススス言うて。早いですわ、みたいな。うん、ずっと耳たぶさっていうの、生徒の。あれ、よく考え、あれ、セクハラやで、よく考えたら。ちなみに男の、うん、男の耳たぶをずっと、授業中ずっと、まあ、大ちゃん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 。大ちゃんの耳たぶをずっとされながら、耳たぶええなー、言うて。大ちゃんお気に入り。お気に入り。もうお気に入りよ、お気に入りで。耳たぶおばけやで、ほんま。なんか触られてもない。ないな。気に入られてへんかった。うん。あ赤鬼や。行っちゃろけえよ。いやしたよ。何や、もう雑魚や。もう行ってえか。もうええやろ。ええで、俺今走っていくわ、走って。オッケーで。俺今駅前におるから。一本。いやだい。一本。山な。よっしゃな。鷹の花。高原。え？ちょっと俺が折れへんとこでそんな盛り上がってもらっても俺困るんやけど。ヨマさん。ヨマさん、ヨマさ ん, マさん HP やばくない。おやべえ、回復しようないしょ。お前どんなんや。いやお前言えよ。言うとこじゃないや、だから回復するやろ。いや言わな、お前役目ヒーラーやろ、なんで攻撃してんでしょ。お前お前ヒーラーとして役目果たすよ、ちゃんと。お前言え、言うやろ、ほんまに。お前やばい、喧嘩になっとる。お前フォワードやろ、ミッドフィールドの役目発動すんな、ほんま。あばやろ、お前。オッケー、フォワードじゃないよ、俺がミッドフィールドや。いやから、あれやから、レイやから。わかる？お前な、ミッドフィルダーでもフォワードでもないわ、お前なんか。アホか、お前。ゴールキーパー？いや、じゃあ俺はミッドフィルダーや。あ、いいか、ボランチ的ポジション、攻撃にも。お前なんかあれだよ、お前応援しとる、攻撃にもサポーターや、お前なんか。決定的にはパスだし、守備でも決定的には仕事をされたい。決定的にはミスやろ？決定的にはミス。日本代表だ、遠藤の、どんな変なポジション。日本代表だ、あれやろ、コマやろ。コマやろ。コマやろ。コマはバカにすんなよ、お前。なんであかんの、なんであかんの。あ、3人いっぺんに。やべ、おい、やばいあれ、一角。一角速いからな、あいつスピード。せーの。入ってない、もう。ああ、俺だけや。俺、たぶんあれ、絶対無理だろうな、たぶん。難しいな。それアップデートで無理だとかあるんかもしれんな、もしかしたら。全員来んなよ、一緒のとこ。俺、左行こう。ぶったまげんの。アイテムが一番左にある。左、あ、左ってそっちの左やったな。でかいのあったぞ。いや、自分から妖怪から向いて左か。でかったもばあちゃんや。マップで言う左か。マップやろな。おにぎりと爆弾あるぞ。ないわ、もうこれ。まあ、どうかな。おにぎりの方強い。おにぎり発見。爆弾もこうあるやんけど、左上におにぎり食いたい。今ほんまに腹減っとうから。誰か作ってくれ。この爆弾結構ええっちゃんやけど、どうしよう。そうやな、爆弾ええよな。爆弾、爆弾、俺爆弾もそうよ。どうしようか迷いな、爆弾これ。よいしょ。誰が来るかや、ほんま。この左上爆弾があるってこと覚えとかな。鬼玉ゲット。鬼玉。そろそろ戻るか、ちょっと。じゃあ、あと1個だけ取って戻ろう。結構危ないからな。ほんと、ハルクション。そやな、2人とも若干減っとうけど。いや、俺おにぎり持っとうし。俺もおにぎり持っとうで。俺爆弾持っとうで。最強やもん、おにぎりは結局。おにぎり最強やな。いい、うん。来た、赤鬼や。赤鬼か。わかった、わかった。こいつだ、こいつだ、おびき寄せよ。早く回復しとってか、じゃあ。一本。オッケー。あ、もう来たぞ、赤鬼。まあ、ライナーちょっと暇やった、俺も回復しとってよ。暇やったらな。ライナーよ。来た、来た、来た、来た。なんか赤鬼今引っかかってたような気がする。ライナー。なんや、ライナー。なんか、来た、ライナー。ライナー。弾丸ライナーで全身あるのみさ。俺意識やばい。勝手に回復してな。1本、2本、3本、4本。よっしゃ、
カエナからのほらカエナでしょ、ほらカエナでしょ、よっしゃよっしゃ、うん、さっきこれ爆弾つけたじゃん、つけたもん、俺さっき爆弾な、昼間してつけたもん、あれあとどれぐらい、ただやばいぞ、ただやばいぞ、まだ無理、なんか HP やばいぞ、マジで、いや、言ったやんやから、もう来てる、これおにぎり使うからな、もったいない、おにぎりは、じゃあ待っとってくれ、まだ無理や、あ、もうちょっと溜まる、おにぎり使うのはもったいなすぎるわ、来ましたー、あざーす、来ました、正義、増した正義、交渉人、来ました正義、来ました正義、マスヤ、はい、離れろ離れろ、あ、この尖った男一緒に取るのあかんのかな、もしかして尖った男、ほら、あ、ほんまあるし、どうなんやろ、近っ、せーの、あー絶対今一角早かったわ、一角早いね、一角抜きやってみてもいいかもな、回復、あ、二人でいったん、スピード抜きして、とりあえず一回やってみたいんじゃん、とりあえず、あ、銀やし、これ、銀でもでかいで、結局、いや、銀は結構、銀なかなか手に入らへんもん、そうやな、うん、もうこの赤鬼ポイント、いや俺はもう毎回毎回本気で行きたいね、俺は本気やっとる、俺銀に関してな、だからそこも絶対きっちりやるべきやと思った、俺はちょっと最初やばかったのに、最初回復間に合わへんかったら死にそうなっとったのに、いや声出して言ってたよ俺最初から、前から俺言っとるけど声を出せって言ったらやばかった、いや、じゃあお前も出さんかいな、あ、でもお前も出さんあかんやん、攻めとうが集中しとうが、俺も攻めとったんやから、いや俺でも攻めとう、俺が攻めとうが、お前の攻めとうが、攻めとうが俺やで、いや、じゃあ俺が攻めとる、俺が攻めとる、あ、あ、何言わんねん、どうしましょうか、ほんまあれあれこの流れ、いや、手がほんまに声出せって言ったから、いやだからさっきの流れでな、どうぞどうぞできひんから俺が攻めとる、どうぞどうぞ意味分からへんからほんまに、そやな、そやな、俺が悪かった、あ、それはミスった、使い方ミスったどうぞどうぞ、それ分かってへんよお前、さっきの流れで俺が攻めとるで、どうぞどうぞ意味分からへんからなあ、え、赤鬼だよ、赤赤シャバイもう行こう、向かい、向かい、向かいに行こう、向かい撃つ、 あのザコほんま、おにぎり持っとうし、どこはどこ、爆弾仕掛けよう、もうおにぎり持ったから俺は自分のこと自分で回復するわ、お、爆弾仕掛けた、俺も、オッケー、危な、危な、爆弾や、オッケー、でかいな、だいぶでかい、だるでだいぶ頼みます、俺は攻撃します、まあまあ、まあ、回復で何しかってたら回復せへんからな、ちょっとやんちょっとぐらいできないんだ、一回だけちょっとやん、たまにや、もうそっから終わりやん、ね、これもう、なんだこれか、どこやねん、結構遠いやんけ、結構俺やばいやん、アホよ、どうだ、これ終わり、よっしゃ、一本やばいで、結構遠いやん、よっしゃ、熱い、オッケー、6ポイントゲット、6ポイントゲットしたで、6ポイントゲットしたで、もういざとなったら逃げようと思ったから、いざとなったらおにぎり使うから、オッケー、オッケー、俺もう自力で30ポイント集めたぞ、でかいな、結構でかいぞ、これ3人取れんの、これお前ら2人取れん、もう来るで、倒した、よっしゃ逃げる、またんかいな、行け、せーの、早かったな、あーかん、明らかにあいつが早かったな、桜の島やったっけ、桜の島、これ出た、俺な出たところ、出たところ勝負やったらあかんのかな、ああ、最初やったのに、うん、こっちの方がタイミングとしてはまあ同時な気がする、同時な気がするよな、難しいな、過去1回だけやから成功したん、うん、ってこと考えたよ、結構前までトライしとったからな、なかなか難易度は高いよな、成功率はめちゃくちゃ低いことはもう確かに、でも戻るのやばいぞ、時間まだいけるやろ、いやもう遠いで、結構これマジで、うん、左な、左、左上、もう来た方がいいと思うで、いや今行っきょで、よっしゃ、何回もいたや、もうこれ遅れた本ももったいないからな、俺結構ポイント持っとうしな、俺も38、あ、もう53秒、オッケーオッケー、行くのやめとこうかな、やめた方がええぞ、もうやめとこう、俺自力で50ポイント近く集めたぞ、オッケー、脱出、オッケー、自力で41ポイント集めた、赤鬼3体はザコかった、いや200は超えたよ、でも200は超えたかな、俺100、60何倍だった気がする。いやだって俺41集めたから、あと10、あと9あったらもう200超えたやん。超えた。余裕やん。120。200超えたら余裕だよな、この3人。オッケー。うん。やっぱ3体同時が取れたら結構いくな。でかいな。
なんか、わかる。いきまーす。鬼がシャッタイム。もう黒来いよ、黒。黒ください。黒ちゃんです。わーわーわー。黒ちゃんです。わー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 。ゴー。あー、そうか、か。お。あー、爆速。爆速。お、プラチナこけしやん。いらないなら別に、ほんと。爆速爆速いらねえ、爆速。うるさいんじゃん、もう。もう次、金や。金。金いこう。じゃあ、作りまーす。金切って。長いな、瀬戸暇でいいんじゃん。鬼倒したい。お前なんか肉でもなしや、この野郎。爆速爆速。かわいそうに。小島しようやろ、こいつ。そうやな。よし。待機中。もう次は、ほんまにもう。あれや、一切見にしろ、あれしたらな、レベルの、うん、もう、金やから絶対したらあかんで。こういう時に限って、強いは出てくる気がするやな。いや、でも基本いつも金の時な、赤しか出てこへんで。マジ？うん、過去な。なあ、うん、その傾向傾向、いきまーす。これまでの傾向考えると、青連、もう青3回でいいと思うね、俺基本的に。確かにな。だって2人同時に取れたら青でも別に OK なわけやん。まあ、2人同時で取れたら熱い。500ポイントいったら多分な、黒確定やと思ったんやな、俺。正直。ほう。黒、うん、欲しいなぁ。あ、また赤やん。赤か。赤率高すぎんねん、これ。赤やん。なんか、イメージとしては7割赤で、あの、2割青で、1割黒みたいなイメージなんかな。かなぁ。もう行くで。もう行こう。早めにぶっ倒そう。青、ごっつ早いけど。もう関係ない、逃げよ。逃げよ。いったるでー、やめたんでー、ザ・世界が引っ張れ。うせー、どっちもいいやろが。ザ・世界の予定。ほらほらお前もね、アフリカここに来てるしね。お前、普通なの？お前、腹ばか使いやがって、お前、お前。何のとも腹ばか成長してもらったんだ、お前。お前、ようなよ、鼻がな、あの、ずー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 ってな、あの、まだ、鼻炎や鼻炎やるけどな、一年中鼻炎やんけ、お前。やばいやん。お前、冬は花粉症や言うて、夏は鼻炎や言うて、お前。何しよう、何しよう、何しよう。いや、もう逃げるしかない、俺。一旦。え？いや、さっき話したけど、俺が回復始まったのに、ザカがなんか池パッてきて、ただの山下に回復が切り替わったって。それは俺のせいな。いや、わからんけど、あ、ほんまにそうだと思ってたよ。とりあえず、回復してから行くから、頼むわ、そうで。オッケー。回復や。よっしゃー、もう勝てるやん、こいつ。よし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 。あとは攻撃あるのみ。ラストオムの回復、出した。オッケー。やっぱ結局な、マイスター次第だもんね。一緒に取る？あ、ミスター、おい！何しろ？あかんわ、ほんま！いや、なんか早く取るみたいな言ってなかった、さっきなんか。いや、でも、もうみんな避けたからもう避けるんやな、思ったんやけど。でも、お前さん結構、俺ら避けたと普通に言ったけど。俺らもう止まれたわ。初めに俺らおったとこ、俺らだけど、前さん結構さ、スーッと言ったから、出てた時同時に取ったんだよ、あれ分からんでもやけど、出てて結構1秒ぐらい経ってから前さん取りたからな。違うか。さっきの俺見たけど。いや、ちょっとラグがあったかもしれない。後でビデオ判定しよう、ビデオ判定。ラグがあったかもしれん、ほんまに。ラグラグ、そんな、まあ、そんなでもな、前さんのミスもな、想定の範囲内、俺からしたら。結構なんか前さんあれやな、あの野々村議員に似とんな。似てへんやん。すみません。お前やろ、お前。野々村議員。僕は今何しとんやろうな。今わけ、バカンスしとんちゃん。バカンスしとん。野々ちゃん嫌だよ、自分で。うん、今、あれっけ、温泉行っとん。温泉行っとん。ゆっくり、反省しとく。全然反省してんやそれ。野々村議員、野々村議員の耳に手やってやるの好きやで俺。ああ、あれ流行ったよ。うん、俺もら巷では流行ったろしな。野々村議員やろ。野々村議員やばいな。あれはまあすごい。兵庫県の恥やろ。逆に特徴ありすぎてやばいな。あー、鬼だ。鬼だ、鬼、いいね。あ、鬼全員揃っていくべきやろ。それだけ強くなっとうかな、鬼。あ、お、鬼どこや、マイさん。え、なんか、来てへん。あ、もう来とる。全員来たん。出るっちゃう。俺一緒やばい。お前、死ぬなよ。一回回復するか、じゃあ、おい、逃げんじゃって、あんま。回復カード、あ、オッケー。間に合った。やばい。じゃあ、俺来たら、耐えろ、耐えろ、耐えろ。耐えて、耐えて。久しぶりな鬼やな、イメージとしては。俺は、
ちゃんとこうだ。来るで来るで。いや。オッケー。とりあえず俺自分の感じで来たい。いったるで。来るぞ。来るで。大丈夫。はい、もう一回来る。来る。オッケー、オッケーだ。オッケー。逆にこれ水よけると熱いんや。そうやな。一旦開いて、得するからな。オッケー、頼む。来る。うまっ。爆弾か。びっくりした。あ、結構遠いな。マジかこれ。あ、来た。遠すぎやろ。よっしゃ、オッケー、あー、ミスった、ミスった、ゴールで、間違えた、間違えた、あ、回復次や、やばい、固まった、助かった、はい、行く、あ、一つやばい、速攻で駆けつけなかった、どっすんこ、オッケー、速攻で駆けつける、俺は走る、やばいやばい、いける、よっしゃ、のけざる、おらー、のけざれ、行くぜ、必殺や、あぶねえ、おにやろ、あと必殺や、もう一発叩いてらんの、もう一丁来る、もう一丁、あ、違う、なんか違う、落ちるぞ、ふん、俺は攻めるで、リズムとしてはこのリズム、オッケー、やっぱりもういける、待った、いけるぞ、もう遠すぎんねん、これいける、危ない、いや、もう関係ない、俺も攻めてから行こう、倒して、いや、俺も攻めてから行こう、よし、あ、一応だろ、あぶ、あぶ、どうやった、取れなかった、回復したって、取れなかった、俺だけ取ったわ、やっぱ、やばい、爆発するかもしれん、もう死ぬぞ、それだけは、それだけは勘弁してくれ、間に合った、間に合った、間に合ってー、あぶねー、やってるぞー、お前ゲットチョキョキョキョ、あ、お前、一回自分回復した方がいいぞ。ですね。あ、アイテム取りに行った方がいいな、これちょっと。アイテム俺ないんや。左か。アイテム左上。溜まっとるな、左に。うん。左で集合でじゃあ。あそこら辺でバトってもええかもな、次の。バトろうぜ。誰か分からんけど。バトルしようぜ。お、スタミナムいらんわ。スタミナムや。危ない。なにこれ。スタミナムばっかやんけ。やばいやろ。黒に来た、嘘、赤、青、黒。もう。ミヤムかよ。スタミナもやったらちょきついな、きついぞこれ、厳しいぞこれ、でも時間もやばいんやな、あ、もう行くしかない、もうじゃあどこ集合、近いとこある、出口、出口に近いとこ、ここら辺で行っとくかも、こいつ邪魔やって、来るやんけよ、一体で一体おったやん、よし、こっち行こう、こっち、このアイテムが右にあるやん、これなんなん、いやそれ大事やな、見てくるわ、それパンチャーやったと思う、来たわ、来た来た来た、来た来た、もうやるしかない、いけ、かかれ、1、2、いけいけいけ、早くほんま声出し頼むぞ、いくぞ、早くするしかないの、やばい、逃げる、早い早い早い、これ早いね、ちょっとね、こいつちょっと若干防御集中、まあ無理やからな、半分ぐらいしか待ってない、マジでマジやって、あ、持たへんぞ、持たん、ただし逃げろ、オッケーオッケー、熱い、まだまだまだ、もうちょいもうちょいもうちょい、あとちょっと、あ、たまった、オッケー、ギリギリ、オッケー、しびれさした、しびれさしたよ、ちょっと俺がもう行かなかった、スロバクは一撃やからな、逃げろ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 、危ない、あんまりじゃん、やばい、オッケーオッケー、あ、戻ってくれ、戻るわ、あ、これいけるぞ、あの下のハテナのとこに、なんなんあれは、あれ分からん、ああ、ちゃんと防御して次必殺やで、ちゃう、早くやった、おにぎりや、この下のやつ、熱い熱い、これこっち来い、おにぎりやぞ、この下の、回復できる今、回復できる、オッケー、おにぎり取りに行け、全員で、もう行った方がいい、もう勝てるやから、もう勝てる、結構減っとる、お前ご了承やろ、いけるわ、オッケー、いける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 よ、いけちゃうよ、いけちゃうよ、回収で回復したものが耐えてくれ、了解、やばい、それだ、逃げろ、危ない、回復、オッケー、最高、よっしゃ、マジか、爆弾つけられた、やばい、俺はなんか寝られた、やばい、やばいやばい、急げ、出口41秒やぞ、もう一度押しかない、誰がポイント持ったんこれ、タカ行かんでやばいんじゃん、タカ行ってこい、倒した、行ってくる、行ってきます、倒した、
取るぞ、一緒に取るぞ。あかん。せーの。間に合うか、俺しかも時間。取った取ってない、くそ。もういいか、解除してからの、解除してからの、間に合うか、俺。あと20秒。俺は間に合った。20秒。65ポイント。一角早いからな。来た。あ、ギリギリ間に合いそう。よっしゃー、オッケー、安心した。急げ、急げ。おい、でもこの走り方ほんま。間に合った。あ、ちゃ、あー、助かったー。危ない。いや、今回、過去一番いったんちゃう？いったかもしれへんな。これは来たぞ。あ、クロニ二人で取りなかったな。360。お、来たー、金で381。3パチ。うわー、400行きたかった。3パチ1。これ来たんちゃう？来たんちゃう？来たよー、これはお願いします、回します。半分やった。頼むぞ。来い、これ、うわい、マックス600点だよな。いやな。かい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 か運命感じちゃう？僕は感じちゃう。なんてね。ウラキュンタゲット！ちょっとウラキュンタちょっとトレードちょうだい。こっちに。わかりやした。ウラキュンタ確か腹黒やったはず。そうなん。うん。ウラキュンタでもまだ情報聞いてないから、どこでどっかでやっていう情報。あんま、結構いいんちゃう？ほんまやな。ウラキュンタ。レアやろ、ウラキュンタ。レアやで、そいつだって。普通に。そうなん。A やったと思うけど。A やったか、S やったか。A が A やろ。で、募集するでじゃあ。俺プラチナやったしよ。プラチナ角。でも一応金出たもんだって、多分600出たらほんま 100% 黒だよな。そうやろな。うわぁ、あれ同時に取れたらな。まあレア妖怪や。ちょっとお前さん渡したよ、募集で。よしそうから。じゃあ渡すから待て。お前さん渡したよ。お前さんのとこでリアクションして見えへんから、それ。じゃあ渡すから。トレンドどこか。じゃあ違う、来た。ブラキュンタはな、うんちくも育てて、あいつがめっちゃ強いらしいから、あいつのアタック力があればクローにももうちょっと楽勝で倒せるのあるやろ。あれでも一人用じゃないんかな、うんちくも。でも一人で強いと二人で強くない？こいつ微妙すぎるわ。敵は仲間になりにくくなるじゃん、これ。え？ブラキュンタ、これほんまブラキュンタ？ほらブラキュンタやで、これほんまブラキュンタよ。紫。あ、ブラキュンタってそうなんや。マイさんあげよう。じゃあマイさんにはマイさんみたいなのあげるわ。全然似てへんからな。似ても似つかんやん。見起こすな、俺も。そう、前髪とか結構キュルルーなってもの、マイさんみたいな。似てへんから俺も。もみあげ、なんか、もみあげ、これマイさん、絡みそこ取ったん、この。ヘルサー時に曲がった。ヘルサー時に曲がった。ヘルサー時に曲がった。きたー！裏ボスやって、名前。クソみたいな名前つけたやん。マイさんが僕は腹黒いって、そんなことないよ。仲良くしようね。全然つかんやん。ウラキュンタ、え、声めっちゃかっこいいやん、こいつ。うらキュンタみたいな声だよ、こいつ。腹黒、腹黒すぎる声、こいつ。ウラキュンタ声超イケメンやん、こいつ。キュンタが埋まっていっと、ウラキュン、いや、声こいつイケメンやぞ。ちょっと召喚してみようかな、こいつ、ウラキュンタ。ついにでもあれやな、やっとええのゲットしたな。うん、やったな。レベル1から、やっぱり成果を出した。素晴らしい、持ってん待ってん。すみません、13。能力は？死神の術だよ。回復ちゃうんや、こいつ。腹黒くする。ランク A か。取り付きゲートして役立ちだけどな、フリッチで。こいつ、クエストとか仲間入らへん。仲間入らんと思うで。マジ？多分な。でもこれな、生息地見られへんからな。あったとしても。レアやから？うん。レア乗ってへんだろ、生息地。そうなん？そう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 。全員な。全員。ウラキュン？ウラキュンも分かる。ウラキュンでキュンタの最上級クラス。それでズキキュンタのあらゆる腹黒い面が詰まったような最悪の妖怪。取り憑かれた腹が全開の人になる。ウラキュンタ。声聞いてん、声。ウラキュンタ。ははは。ウラキュンタ。え、いいね。ウラキュン。ウラキュンタ俺前欲しかったやんな、こいつ。ズキキュンタの上位種みたいなもんな。お前な。お前や。闇のあれやもんな。こいつ前妖魔界でおったやけどな。妖怪1の時は。でもそれ多分変わっとうからな、妖怪一番から。ウラキュン。ウラキュン召喚しようかな。マシだったね。いや、まだマシだったな、ほんま。そやな。手には全部良かったわ。
出るだけマシやな、うん、出んかったら寒いけど出たらまあまあぶっちゃけまあよかったらなるもんな。召喚ブリッジ召喚ブリッジ俺っち友達フックワウチこんなんなんやブリッジって。裏キュンタ裏キュンタ結構凝っとるよなこれ。そうやな、一人ずつあるわけだってこれが。やばいな、はい、というわけでとりあえず今回は、バスターズで、クローニケキアプラスアルファで、まあ、最高得点ですね380ポイントゲットしました。で一応裏キュンタというレアが、出ましたね。ただまあ言っても A で A なんでやっぱ S のレア欲しいですね。欲しい欲しい、うん、発電神とかが出るっていう風な情報をね聞いたんで、発電神とかのアツガルルとかあの辺がちょっと欲しいですね。もう持ってないんで、まあ今後も横落ちバスターズやっていきたい。あとまあうんちくま、育てときたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。